盛り上がってる。早速見つけました、ラッキー。ナイス。皆さんこんにちは、インドオイル系 YouTuber みつこです。今日もインド現地からインドのリアルな情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。今回はヒンドゥー教の美しい景色、ラクシャバンダンについてお届けします。ラクシャバンダンというのはヒンドゥー教の兄弟姉妹の絆を確かめ合う日として祝われているんですが、この日は女性の姉妹から男性の兄弟に対してラーキーという紐、ミサンガのようなものを右手に結びます。そして男性側の兄弟がそのお礼として女性側にですね、贈り物をするという絆を確かめ合う日なんです。このラクシャバンダン、毎年日にちが変わっていて、今年は8月の22日の日曜日にお祝いされます。ラクシャバンダンが近づくと、インドの街中が男兄弟に贈るラーキーが溢れていて、もうかなりですね、キラキラとにぎわいを見せています。今回この動画ではラクシャバンダンに向けてにぎわう街の様子、当日のお祝いの方法についてお届けします。ブルガオにあるディパールケータラマーケットというローカルマーケットにやってきました。このローカルマーケットは以前こちらの動画でもお届けしたことがあるマーケットなんですが、今日は週末ということもあってかなり多くの人々でにぎわっています。そして明日がですね、なんとヒンドゥー教の行事ラクシャバンダンが近づいているということで、マーケット内にはこうして特設なブースも設けられていたりと、いつも以上ににぎわいを見せています。大下ローカルマーケットもほぼ全てのお店がオープンとなっています。ラクシャバンダンというお祭りが近づいているので、マーケットにはこうしたくさんのインドスイーツが販売されています。すごい、甘い甘いグラムジャンもこうして売られてる。久々にこのディパールケンドラマーケットやってきたんですけども、すっかりですねコロナ前の活気が戻ってますね。皆さんも楽しくローカルフード味わったり、お買い物を楽しんでいます。早速見つけました、ラーキー。すごい、たくさん種類がある。いろいろとラーキーのお店がですね、こういう風にあって、もう多くの方々でにぎわっています。すごい、ラーキーだらけ。いっぱい種類があって、真っ黒なこれ。綺麗なビーズがついたおしゃれなラーキーもあれば、かわいいこうしてドラえもんだったり、スパイダーマン、いろいろなキャラクターのラーキーもあります。ドラえもんかと思ったらちょっと違う。皆さんどれにしようか一生懸命考えてます。Yes. OK. Thank you. やった。Thank you. ローカルのマーケット内をですね、今歩いているんですが、本当に至る所がラーキー体験、キラキラしてます。本当にこういった感じですね。たくさんのラーキーで、もうキラキラときらめいてます。皆さんラーキーを探しています。 Thank you.今日はラクシャ
ャバンダン当日です。このラクシャバンダン血のつながった兄弟姉妹でお祝いするのはもちろんなんですが、実は血がつながっていなくても兄弟姉妹のようにですね、育てる間から同士でもお祝いをしています。今日はインド人の仲良い友人がですねご自宅に招いてくれたので、こうした手土産を持って今向かっています。実は私インド4年目になるんですけど、このラクシャバンダンきちんとお祝いするのは今回が初めてなので、どういった感じなのか今からお伺いします。ラクシャバンダン当日だからめちゃくちゃ道が出そう。やっとお家近くに到着しました。はい、アニールさん。お元気ですか。いい。今日招待してくれたアニールさんです。アニール久しぶり。お、本当にお久しぶりですね。そう、アニールさんめちゃくちゃ日本語も上手でどうもありがとうございます。こちらこそ。今日ありがとう、これ、はい、はい、どうもどうも。こちらこそありがとうございます。行きましょう。行きましょう。どうぞ入って。めっちゃなんかマイクがあるんだけど。はい、どうぞ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 。こんにちは。こんにちは。わお、こんにちは。こんにちは。すごい、日本語話できる。なのでたくさんですね、こうした親戚の子供たちも集まってます。はーい。Why you are I? Yuri. Yes, yes. Yuri. 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 かわいい。すごいたくさん持ってきてくれてる。あのこういった風にですね、インド菓子でおもてなししてくれました。すごい豪華なインド菓子がたくさん。ハッピーラクシャバンダン。ハッピーラクシャバンダン。うん、美味しいな。うん、今から始まります。やっぱりみんな笑うんだ。ライトをつける時のクジャをやっています。こんにちは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 。こうしてラッキーを巻いていきます。アデサーピリシッどんなことだったね。ナウコンプリートコンプリート、イエーイ。私も2本のこのラーキーを持ってきたので、今からですねアニールさんにつけていきたいと思います。わあ、初めてだな。おお。This is good luck from brother's side for you.
This is good luck. Five and one. Okay. Five zero one considered as a like a religious thing. Okay. Wow. Thank you so much. Good luck. お礼にちょっとこういったねものをいただきました。Thank you so much. Wow. 嬉しい。次は子供たちがやってます。Nice. 指が入った。ナイス。インドではあのもう一つ習慣がありますね、うん、ブラザーの奥さんにもこういうラッキーを結んでも大丈夫です、それもいいです。そうなんだ。時々家に男の子供もないしブラザーもないし、うん、その時はそうやってもお祝いできます。じゃあ私も結んでもいいです。いいです。わー、どうぞ。すごい。そうだ、ニールさんがこうやってカレーを作ってくれたので今からみんなでいただこうと思います。ニールのカレーね。あ、おいしそう。いただきます。あ、よかったよ。やっぱり家庭のインドカレーめちゃめちゃ優しい味がする。おいしい。めっちゃ美味しい。美味しい。うん。美味しい。うん。手作りチャパティ。じゃあ水とこう。どう？テイスティ？ Thank you, very tasty. Thank you. Thank you. いただきました。ごちそうさま。今日はラクシャバンダーでアニューさんがね招待してくれてめちゃくちゃ楽しかった。Thank you. ありがとうございます。Thank you for inviting. 私もラッキー巻いてもらったりしました。私も。ね。実は私が初めてインド旅行をしたのも、もうアニールさんがアテンドしてくれていろいろなところを案内してくれました。今はねちょっとコロナでなかなか日本人の人も来れない時期が続いていると思うんですが、もうぜひインドで自由に旅行できるようになったらもう皆さんぜひアニールさんにねアテンドしてもらってすごく楽しいインド旅行になると思います。お願いします。インド来るチャンスがあればぜひ来てください。あの、うん、私もお世話します。うん、そう皆さんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。今日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。今回はインドのラクシャバンダンというお祭りについてお届けしました。インド人のご自宅でのお祝いに参加したんですが、もうアットホームで楽しかったです。少しでもインドってこういう風にお祝いするんだということが伝わると嬉しいです。このチャンネルではこんな風にインド現地からインドのリアルな情報をお届けしています。ラクシャバンタンすごかった、面白そうと思ってくださった方はこのチャンネルに
チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。そして各種 SNS、Twitter、Instagram、LINE アットも始めているので、こちらも合わせてフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今回の手土産はこういったちょっと可愛いバッグに入っているのを選びました。お子さんもいらっしゃるので、こうちょっとしたなんか可愛いキャラクターのも入っててお気に入りです。喜んでくれるかな。メラナン、ユーリ、はい、ユーリ、ユーリは？ユーリ、いやー、ナイス、言ってくれた。Well, this picture is 4 years ago. ね、4年前。4年前。すごい。すごい成長してる。You sit here like this. Hi. Ah. Ah. Namaste. 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 Hi. すごい面白いの見つけた。なんちゃってドラえもん。ナダルの子供。へえ、これドラえもんだよね。ドラえもん。ちょっと怖いよね。面白い。最高。